年末年始はどの格ゲーをするんですか？なるほど。逆に聞くけど、みんな何やるの？まあ、そもそも年末年始に格ゲーやらねえよっていう、そのね、平和主義者みたいな方もいるかもしれないですけども、まあ、さすがにね、私の配信を見ているような方では、さすがにね、年末年始も格闘ゲームをやると、思うんですけども、コミケって格ゲー？まあ、確かに格ゲーかもしれん。戦いかなとは思いますね。赤ブーだってコミケだってどっちも戦いですよ。で、年末年始か、まあ、多分そうだな、その配信は多分しないんだけど、ストロークライジング、あ、ストリートファイター6、グラブル VS ライジング、メルブラあたりは多分知り合いとやってる気がする。まあ新しいゲームはやっぱ好きだからね。そのなんだろう、久々に会った人とかと遊ぶときに、やっぱなんかスト6は偉大だなって思いつつ、あとは新作だし同じように遊びやすいから、やっぱライジングも多分やるでしょう。で、まあ、メルブラでね、あの俺が気持ちよくなる可能性もあるまあそんな感じかな。あとはまあ作成病棟の格ゲーを遊ぶ可能性もあるな。あ、ゼロではない。あとなんだろう、最近出た、あとはバトルメイジもちょっとやってねえからやりてんだよな。DNF デュエルのバトルメイジってキャラが増えたんだけど、まあ、あれもちょっとやるでしょう。で、まあ、あとはストライブか。ストライブやるって感じか。ぶっちゃけあの、その、配信だと全然やらないけど、やっぱいろんな格ゲー好きなんで、まあ、いろいろやるし、まあ、そこにいる人に合わせるって感じかな。一人でやるんだったら、基本的には、あの、配信してるから、メルブラなり、やってると思うかな。明日配信できるかどうかわからんけどな。まあ、とりあえず、どっかのタイミングで、またね、年始あたりも配信したいなと思いつつも、今、イーズラフってどうなってるんでしたっけ？今ね、イーズラフはね、あの、新バージョンを作ろうとして、あのネットワークの機能とか、足したりしてます。あと、あれか。あれもやりたいな。アイドル商談。あ、バンダナさん、ビッツありがとうございます。行くに来るに。確かに。じゃあそんな感じで、楽しい格闘ゲームライフを送っていきましょう。いろんなゲームをね、なんか、遊んでいくのが、マジでおすすめなんで。まあほんとね、今ね、格闘ゲームがね、いっぱいあって、いろんなゲームが遊べるんで、本当にいい時代だなって思うわ。一個ぐらいは、自分に合う格ゲーがあると思う。マジで。なんか、格ゲーやったことないって人も、多分ね、一個ぐらいはね、あると思うわ。まあなんか、ストリートファイターやってる人がいっぱいいるから、ストリートファイターやってみて、あの、なんだ、ストリーマーとか、好きな VTuber の人がやってるとかで、やってみてもいいし、まあ、ウニのね、新作も出るんで、それを機に、なんか、ウニキャラね、やってみるっていうのもあり。ウニは、ね、めちゃくちゃ声優さんが豪華なんで、声目的で買うのもあり。ウニはマジでむちゃくちゃ声優さんが豪華なんで、声目的で買うのもありです。いろんなね、技があるし、もう、なんだろう、1990年代に戻って、やられボイスを聞いてるだけでも楽しいかもしれない。ね、やられボイスを聞いてるだけで楽しいかもしれない。昔 SNK さんのね、格闘ゲームのね、サントラがね、よくボイス集が、乗ってたんですけど、それを聞いてるような気分になれるかもしれないな。はい、じゃあまあそんな感じで、今年も来年も格ゲー頑張っていきましょうって感じだな。はい、お便りいただきありがとうございました。